明日があるさ、明日がある、若い僕には夢がある、いつかきっと、いつかきっと分かってくれるだろう。明日がある、明日がある、明日があるさ。時に、まあ、時期的にいろんな綺麗なお花が咲いてるんですけどね、あのブーゲンビリアもそうですけど、もちろんアジサイがこの時期一番あの目立つと思いますけど、いろいろアジサイはいろいろ種類がありますね。なんていうのか、昔ながらのとか最近作ったものとか、同じアジサイでも全然、違うような感じがして面白いし、とっても綺麗ですよね。ノウゼンカズラが早くもというべきか咲いてますね。僕はノウゼンカズラがなんとなく南国の感じがして大好きな花なんですけどね、梅雨時にね、なんかこうちょっとカラッとしたようなね、印象のある花が咲くんでね、とっても好きなんですけど、南国風情というとデイゴの花がたくさん咲いてましたね。この間のドライブの時、ホタショウにも大きな木があったし、あの房総の方では多いのかもしれませんね、気候的によくわかります。デイゴの花が先の、 あの沖縄の、沖縄の何だろう、沖縄の花わかんないですけどね、沖縄の県の花なのかな、違うのかな、わかんないですけど、デイゴって言ってもなんかあの、まあそこで見たのはアメリカディエゴかな、アメリカディエゴで、多分これのことをデイゴの花って言うんだろうと思うんですけど、同じような感じの赤い花はデイゴの花っていうような感じ、調べた感じだとそんな気配もあるんですけどね、なんとあの詳しいことはよくわかんないですけど、うちの近所の公園にもデイゴの花があってさ、もともとよく知らない花だから、あの赤いね、鳥の爪みたいな感じのお花が咲くんですけど、鷹の爪みたいな、赤いっていうのもちょうど鷹の爪みたいなやつですけど、あの最初なんだお城、なんだこれ、なんだこれって言ってたんだけど、あの結局さ、なんだろう、その南国っぽい、その南国っぽい感じを出した上で、南国風情出した上でのデイゴなの、ああと思うんだけどさ、こっちの方のなんかさ、埼玉の方のちょっと寒々とした感じの中でさ、突然デイゴの花だけ咲いてもなんか決体な感じがしますよね。あの雰囲気がそぐわない時があるからね。だからあのとってもね、綺麗な花なんだけど、場所を選ぶっていうことも言えるかもしれませんけど、デイゴの花はとっても綺麗なんでね、見に行かれてはいかがでしょうか。